はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはパラドックスライブのリアクションですね。今回はパラドックスライブステージバトルラブよりボイスドラマ聞いていこうと思います。はい、というわけで始まりました。5月も引き続きボイスドラマやっていくっていう形になってしまってるんですけど、まあ4月はねエキシビションショーのまあ緩和球大的なボイスドラマを聞いて、なんとなくキャラクターの解像度が上がってきたかなっていうか、まあなんやかん頭がすごい動きまくってるなと、なんか黒幕ではないんだけど、なんか暗躍の仕方が本当にすごいなっていうところで、まあかなりアルタートリガー社に向けて動いていたりとか、もうかなり気になる様相はなんかなしてるかなっていうところなんだけど、今回はまた引き続きバトルステージに続きまして、ラブですね、見ていこうと思います。まあね、コズメスと TCW ってところなんだけど、僕としては一番絡みが薄いところに近いのかなっていうところではありますよね。まあリュウ君とまあカナタだったり、シキ君とナユタだったり、まあちょっとつながりはあるんだけど、まあ大きく交わるかと言われたらなんか交わらなさそうな2つ、このね2つのチームがどういう風に絡んで、まあどんなバトルを繰り広げていくのか、いろいろ興味がありますので、今回も楽しんでやっていこうと思います。それでは聞いていきましょう。よーい、スタート。さて、洋平さん？はいはい。リゾット。あー、まだ、前回のあれが響いてる？殺しちゃった。わお。あ、そう、ママ、ママみが強いからね。パラライ二大ママじゃないか。洋平くん。全ニーと洋平くんが二大ママだぞ。でもなんか、頭とのあれも含めて兄貴気質だよね。かなり。本当に。面倒見が良すぎる。面倒、見られたい。はい。こうやってやってそう。明るいな。落ち着いた？わお。ありがとう。そう言ってくれる。リュウ君優しい。そうだね、ナユタ。声の震え方が。まあ、殺したわけではないもんね。直球で聞いてこないでください。怖いよ、リュウ君。うわぁ。記憶読み取ってんのかな？
なあ。言えないからこう。見れば、向き合う。うん。でも、この二人の問題にサイモンさんたちはどう向き合うかだよね。かなりミクロな問題ではあると思うんだよね。ナユタくんとシキくんは。リゾット。おじや呼ばわり。うん。なになになに前足な、なにトラウマが呼び起こされてしまってる。うん。うわぁ、優しい。優しい。いい人すぎる。一人にしてくれるんだね。いやー、こうやって連れてってる、絶対。こうか。このラブという課題に、幽霊。見ようとしてないものは怖いものだと思い込んじゃう。そうね。結構、やっぱり全てを知ってるからさ、全てっていうほどでもないけど、あれを知ってるから、落ち着いていられるけど。あ、かなたくん？大丈夫？なえた？同時刻で。同時刻に同じ夢というか、近い部分が刺激され合ってるんだ。かなたはいなく、なに？かなたは、なえたがいなくなる夢。しきくんは、自分が原因で、なえたが、みたいな。そういうことか。本当に渦中だな、なえたくん。なあ、あの後ってことから飛び降りの後？どうなったんだろう、け。もう程よく記憶が抜けつつある。そうだね、実験でメタルの侵食を受けて、取り返しつかなくなって、四季くんの目の前でいなくなるし、彼方の目の前で死んじゃった。なるほど。出口のない迷路で、ナヤタを探し続ける夢。
これはラブは友愛と兄弟愛か？ピルの隙間。なんか、うわぁ。そうか、でもなんかこれってなんか見えてきたな、なんか。消えていく。これは夢だもんね。あくまで事実ではないよね、多分ね。封じた記憶みたいな感じじゃなくて。そうか、でも、このナユタへのさ、結構過剰にまで近い愛ってさ、ただ一人だからっていうよりかは、どっちかっていうと不安の裏返しでもあるんだな。熱？まあ、動きっぱなしだし、知恵熱かなんか出たかな？わお、風邪ひいちゃった？あら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 。風邪ひいた時に悪夢を見る。ハーンとかフォンばっかりだな、僕。この不安定な感じが怖いなぁ。なんか。あ、リュウ君？リュウ君楽しそう。総大将呼ばれ。
もうやっぱりお母さんです。お母さんですよ、洋平くん。洋平くん、龍くんの保護者。うわ、合うんじゃない？これ。これ合いそうだな。会いに行くんだな。多分、向き合いに行くんだな。会いに行くというより、屋上に。やばい。龍くん。龍くん、仕事と遊びの境界線がめちゃくちゃ。強い。なんか、心がざわついて落ち着かないな、なかなか。リュウクを見てもまだざわざわしてる。向かい合うっぽいね。やっぱり声だけだとちょっと情報量が多いな、やっぱり。固定化されてないから。いくらでも頭の中でひどく状況が描けてしまう。逃げたい。屋上の友達。見れば怖くなくなるかもしれない。向き合う気だ。殺したか、何言った？これやっぱり初見だったらやばいな、マジで。はい、というわけで2回目パート2聞いていこうと思います。よーい、スタート。さて、過去だ。さあ、はいはい。なるほど。だから空を見上げてる。
ああ、まあ、カナタの方がそういうコンプレックス的なのは強いだろうから内緒にしてたんだろうな。バイト。ああ。メタルのあれか。試験？これはもう、ここだよな、致命的なの。わあ、だって体弱いんだもんね、もともと。ああ、お別れか。最後。あ、まあ、でもそれだけ質量が減ってる。のバイト。そうか、これで。そうか、でも。でも同じだけ四季くんのことが友達として大切だったんだね。だから会いたかった。
助けられたかもしれない。なんだ。あ、幻聴？あ、違う。これ出会う。どうなるんだ？これどうなるんだ？マジで。どうなるんだっけ？やってたっけ？記憶がいい感じに抜けてる。再開した。記憶がないんだもんな。まあ、彼方の原因だもんね。ああ、記憶が。わあ、距離が。もういい。ああ。ああ、やばい、お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 い、ああ、やばい、心がざわついてますわ、私。けど、意外と、記憶がないにしろ、なえたくんは、取り合ってくれるんだね。優しい。なんやかんや結論はつけてるよね。
それは切ないね。もう頭の中で、チラチラと。どうしたの？外？あ、帰り道かな？あらあら、優しいお母様。傭兵お母様。あの時の記憶がないから。これでも戻るのかな？どうなんだろう？結局あのアニメ以降の話がわかんないからな。あの頃の関係になれるのかな？ナユタ戻ってるらしいんだけど、気になりすぎるって。あ、リュウ君？りゅくん、りゅくん、りゅくん。思いますよ、りゅう。もちろん。それは、もう、りゅうくん、まあ、りゅうくんにもわかるように説明できないと。さて、帰ってきたわけだけど。お？ああ、頭突きか。頭かち割れると思う。すごいね。いっぱい買ってきたね。まあ、そういうふうに言うと一番彼方には効くよね。なんか。ああ、でもこんな中で、これは、彼方への愛だ。彼方じゃね。
Wow. わあ。でもなんか、ナユタへの愛がぶつかる感じだな、この感じだと。ああ、まあ、正面衝突って感じじゃないけど、やっぱり、因縁が渦巻いてるね。ああ、なるほど、なるほど。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、重苦しいっすね。アニメでも出会ってましたね。いい感じで記憶が抜けてたから、どこまでやってたっけな、みたいな感じになってしまったけど、まあ、本当になんか、ナユタへの愛を伝えるぜ、ペペ、みたいな感じにはなってるけど、なかなかに、ちょっと重苦しいっていうか、これ初見で聞いたら重すぎてビビっちゃうでしょ。僕ずっと頭の中でさ、このパラドックスライブのアニメで流れたさ、エンドカード流れた、奥友のこのさ、二人が笑い合ってるところを、ずっと頭の中でチラチラしたからもう、感情がぐちゃぐちゃになってしまいましたわっていう風になって、だった。そうか。でもこれラブ気になるな。どんな曲が待ってるんだろうねっていう感じではありますね。まあ来週更新していく。まあ来週マシオミーと、エントラブを更新していく。今何つった？エントラブを更新していこうと思うわけなんですけれども。マシオミー逃げ道はないみたいな感じかな。逃げ道？まあいろいろと気になるような。まあでもやっぱり主題はシキ君とカナタのナヤタへの思いみたいなところ。友達としての愛だったりっていうところで。でもなんか、ナエタくんって結構優しいね。こう見ると。なんかさ、改めて見て思うけど、なんかやっぱり、シキくん、ね、シキくんは記憶があるけど、ナエタくんは記憶ないわけじゃん。で、そんな中で、シキくんは記憶があるそぶり、なんか、昔の友達に会えたみたいなテンションだけどさ、ナエタくんは拒絶はしてるけど、取り合いはするんだね。何お前、じゃれみたいな感じじゃなくて、気持ち悪いみたいな感じじゃなくて、何ってこう、聞く姿勢は見せるところが、なんか、ナユタくんの心の奥底のちょっとした優しさが見えてて好き。いや、でもこの関係戻れるかな？ねえ、アニメではなんか、ね、復活して、みたいな感じになって、で、なんか、これ幻影のままなのかなって思ったら、なんか割とリアルで復活してるみたいな話らしいので、ねえ、シキくんとのその関係性が気になるしね。まあでも、カナタくんはカナタくんなぁ。やっぱり、奥底で、やっぱりナヤタくんがいないっていうことには気づいていて、その現実を見ようとしてないっていうところではあるんだろうな。夢で見るっていうくらいには。いやぁ、なんか絶妙なところだなぁ。でも、ナヤタくんをめぐってっていうところで、もうなんか嫌だよ、この感じ。なんか、もう早く解決してほしい。なんか、もやる、本当に。マジで。なんかさ、早く二人で屋上行こう。早く二人で屋上行こうっていう風になっちゃう、僕は。いや、すごいもやる。本当に。早く解決してほしい感が強すぎる。その後ろで三人見守るみたいなところで、四季くんもね、いい子だし、なんかさ、笑っててほしい子がなんかさ、なんか、なんだろう、言っちゃうとさ、やっぱりカナダとかは生い立ちもあるし、コンプレックスもあるしで、なんか笑えない状況にいるじゃないですか、心から。みんな基本的にそうなんだけど、四季くんと、ね、しけくんに関しては、特に、やっぱり、心から笑える状況になれる可能性がかなり近いわけだから、早く心から笑った姿が見たいなっていうところ、まあ、ボイスドラマだから笑った姿は見れないんだけどねっていうところではあるんだけど、心から楽しいなみたいな、なんかやっぱり何かしら痛みは抱えているものの、その痛みを抱えてもなお楽しいな今はっていう、なんか生きてて楽しいなって思えるようなマインドになってほしい。本当にしきくんって結構自罰的に生きちゃってるから、ねえ、やっぱり手を取れなかったから殺しちゃったんだ、卑怯者だっていう風に思う。なんか割と思い込みがかなり、その自分を苦しめてることがあるから、そこはやっぱり解決してあげてほしいなと思うよね。まあでもそのためには、ナエタくんとのやっぱり絆の復活っていうものが必要になっていくわけで、やっぱり生きててよかったなと思う反面、やっぱりまた友達になりたいと思うからこそ、記憶のないナエタくんと会って辛い思いをしたってことだから。いや、これどんな曲になるんだろうな。マジで読めないな。マジで。いや、ちょっと気になるところでありますので、さあ、まあ来週、音源を更新して、またその次にやっていくと思いますので、ぜひともね、一緒に楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いやー、なんかボリューミー、これ初見で聞いたら破壊力やばいな。なんかもう、こんなんなの？ってなっちゃうね。なんか、やっぱり、
ヒプマイとかの延長で、なんかやっぱり ラップ興味持ったわ、みたいな、ラップコンテンツ興味持ったわ、みたいな人たちとか、やっぱり初見でこのやっぱりコンテンツに興味を持った人は、結構食らうだろうね、この重さ。けど、なんかこの重さを力にする部分がヒップホップの部分でもあるから、あーなんか絶妙にいいとこついてきてんなって感じがしますね。聞き応えが半端ないわ。うん。はい。というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思いますので、次回も楽しんでやっていこうと思います。はい。というわけで、今回は終わります。以上、パラドックスライブステージバトルラブよりボイスドラマでした。バイバイ。シッキー。